ルク・カスタイニオスは、オランダ南ホラント州、スヒーダム出身のサッカー選手。アフィー・クレタ所属。ポジションはフォワード。メディアによっては、ルク・カステグノス、または、ルク・カスタイノスと表記される。フェーノールとフランス人の父とカーボベルデ出身で、イタリア国籍を持つ母との間に生まれる。1997年に地元クラブのエクセルジオール22入団。 2007年夏にフェイノールとのユースアカデミーに移籍。2008年10月30日に同チームとプロ契約を結んだ。2009年の夏からトップチームの練習に参加するようになり、同年9月24日に行われた KNVB カップの戦で公式戦デビューを果たした。翌2010から11シーズンにはレギュラーに定着。 15得点を挙げ、ロイ・マカアイの引退、ヨンダー・アルトマソンの負傷で9番が、不在のチームにおいて、貴重な役割を果たした。17歳以下とは3年以上の契約を、結べないというルールによってフェイエノールトとの契約延長オプション無効を主張し、シーズン途中の3月、セリエ A のインテルへの移籍を決める。契約期間は翌シーズンからの4年間で、 移籍金は150万ユーロとされている。インテル2011年9月20日のノバーラ戦に先発出場しセリエ A デビューを果たす。11月27日のシエナ戦では終了間際にセリエ A 初ゴールを決め、これが決勝点となった。FC2 20エンテ2012年7月移籍金600万ユーロ4年契約で FC2 エンテへの移籍が決まった。 同じく新加入のベテランディミトリー・ブリキンの怪我により第一ストライカーとしてシーズンに入ったがチャンスシーンを逃し続けるなど低調なパフォーマンスで高い期待に応えることはできずファンからチーム低迷の象徴として批判を浴び高い遺跡金とサラリーに対して効率性が低すぎるプロフットボール選手としてはテクニックのレベルがスキャンダラストなスポートのアンケートでこのシーズンの 今シーズンのエールディビジ最悪の買い物に選ばれている。フランクフルト2015年6月30日に、アイントラハとフランクフルトへ移籍した。スポルティング CP2016 年8月29日、スポルティング CP と3年契約を結んだ。だが、公式戦14試合で無得点と不発に終わり、2017年8月7日に、フィテッセ製レンタル移籍。 2018から19シーズンは、スポルティング CP へ復帰したが活躍できず、2019年2月19日に契約が解除された。喜び、南 FC2019 年2月20日、喜び、南 FC へ移籍。だがここでも低調な結果に終わり、2020年9月21日に契約が解除された。15歳で U-17 オランダ代表に選出され、 翌年に行われた UEFAU-17 欧州選手権2009で得点王となりチームの準優勝に貢献。同年の 2009FIFAU-17 ワールドカップにも出場した。同大会終了後に U-19 に昇格し、2010年に行われた UEFAU-19 欧州選手権の予選及び本大会でプレーした。 2011年9月1日には18歳にして U-21 デビューを果たしたが、その試合で監督コルポットを失望させるプレーに終わり、その後は招集外が続いている。そのプレイスタイルからティエリ・アンリと比較されることが多いが、本人は僕はカスタイニオスであり、彼はアンリだと述べ、アンリ2世であることを否定している。インテル時代の同僚であるベスレイ・スナイデルによれば、 彼は最高の選手だが、練習では、素晴らしいプレーを見せているのに試合で力を発揮できないのは、若さが原因だとしている。フェーノールト時代のチームメイトであり、後に FW コーチとなったロイ・マカーイは FC、トゥエンテでオランダに復帰したカスタイニオスについて、2年前に、左足とヘディングをもっと改善しなければいけないと彼に言ったが、 トゥエンテでのプレーを見る限りほとんど良くなっていない。彼にはまだまだ改善点が多い。しかし、それができれば間違いなくとても優秀なストライカーになる、と語っており、オランダでは、彼のインテルへの移籍とその後の天末は、将来性あるタレントが若すぎる、国外挑戦で失敗する最たる例と見られている。フェーノールトゥユースのコーチコルアドリアアンセは、彼が、 フェーノールトに来た時ハスニで15歳近くになっていて、トラップやヘディングという基本的な技術でかなり遅れを取っていたと育成時代ので遅れを指摘、その上でさらにイタリアでの1年でフットボール選手としての成長が止まってしまった。しかしまだ20歳だし、まずフェーノールト時代のレベルに戻るための時間が必要と語っている。ありがとうございます。